貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社イーコレ代表取締役の一ノ瀬と申します。最近なんかニュースなどね見ておりますと人員整理とかですね。 エリストラとか、えー、希望退職を募るとかですねあとはの週休3日とか4日にね、えー、するとかいうねなんか企業の動きが結構ですねあの、えー、見受けられるんですけれどもそれで,ですねなんかいよいよ、ね、なんかもう来年からは大失業時代に突入かといったようなですねまあ、空気感になってきた。 昨今なんですけれどもえ今日はですねあのそういったあの、えー、世相を踏まえましてですね脱サラした時のですね、まあ、家族との関係についてですね、えー、私のまあ経験談から少しですね、まあ、語っていきたいと思います。 こちらのチャンネルでは輸入商品の紹介、会社経営のお話、ネット通販のお話などをさせていただくチャンネルとなっております。ご興味ある方はチャンネル登録していただきましてご視聴いただければと思います。で、出っさらする時にですね、まあ何がね一番ねこう気がかりかというとですね、まあ家族のね反応というかまあ家族の反対とかですねそういうのがですねもう絶対あるだろうというところなんですけれども、で私自身はですねバツイチでございまして配偶者がいないんですね。 夫がいないという状況で、えー、で脱サラした当時はですね、えー、両親とですね私とまあ子供というようなね家族構成であったわけなんですねなのでですねまあ、配偶者がね いいない分若干ですね私の場合は脱サラする時のねハードルはあの低かったように思うんですけれどもなんか妻とかいたらですね何かめちゃめちゃ反対されそうでなんかそれがね引き金となって辞めるに辞めれないみたいなこともあるのかなと思ったりもするんですけれどもでしかもですねやっぱりあのどうしてもねあの大きな会社というかですねもうしっかりとしたね安定した会社に、えー、勤めてい いいいればいるほどですねね、まあ、周囲の、ね、反対が大きいとなんであんないいところに詰めているのにね何も好きこのねやめるなんかやめることないじゃないかみたいなね反対が多いように思うんですけれどもで、えー、まあ転職ならねまだしもね脱サラしてしかもなんか起業までするんですかみたいなね <laughs> なんかもう。 正気の沙汰とは思えないぐらいのね、えー、反対をね受けるかと思うんですけれどもこれですねあの結論から言うとですねもう本当にですね結果が全てではないいかと思います脱サラしてですね、えー、起業した結果ですねまあまあまあそこそこうまくいってれば、えー、時とともにですね 周囲の人も少しずつ許してくれるというかですねあの認めてくれるというような、えー、状態にねなるのではないかと思うわけなんですねで、えー、私自身のですねま出、あ、さらした時のお話をちょっとしますとですね、えー、過去のね動画でも何度かお話をしたことがあるんですが私あの会社を作る前ですねアメリカ資本のまあ、外資系の会社に勤めておりましてで、なんかね自分で言うのもあのおこがましいような ですけれども結構ねあのうまくやれてましてでちゃんとですね割とあの順当にこう偉くもなっていっていたんですね。なんですけれども、まあ、ちょっとね家族の、えー、事情がありまして。 でその会社に勤め続けているとです、ねあ,のまあ、あちこちこ転勤がありうるということで,で,す、ね、で私自身はその家族の事情でどうしてもこう福岡に、ねえーね、帰らないといけないという事情がありましてそれで,です、ねまああのえー、辞めるということを決めたわけなんですね。 でえー、福岡の方にもね、えー、その会社の拠点はあるにはあったんですけれどもなんかね、えー、個人的なそういうなんか事情でですねあんまりこう会社にわがままを言ってもあの福岡に返してくれっていうのも ちょっっとと、えー、どうかなと思ったのでもうそこはスパッとねやめようと思ってやめたわけなんですね。っていう、まあ、あの家族の、ね、事情っていうのがあったので、えー、その時はですね、えー、両親はそんなにはですね、まあ、反対しなかったというかもう、えー、しょうがないよねっていうような多分ねそういう反応だったんじゃないかと思うんですね。 でえー、もう一つですね、えー、その外資系の会社を辞めた時の、えー、反対が少なかったのはですね、実はですね、えー、一旦ですね、福岡に戻るために、まあ、U ターンするために地元の企業にですね、本当にあの短い間なんですけれども、えー、勤めておりましてで、まあ、すぐ辞めたんですけどね。<laughs> なので、えーとまあ、関東のほう外資系の会社で関東のほうにいてで福岡に戻らなきゃということになりましてで地元の企業に、えーまあ、U ターンで転職をしたんですね、まあ。なので転職をしたというところで若干ですね、えーそのまあ、両親の ダメージというかね精神的なダメージはね多少あの緩和されていたんではないかと思うんですけれどもで地元の企業にね勤めた時の話なんですけれどもやっぱりですねあのもともと大きい会社にいたっていうのが多少はあったのかもしれないんですけれども何というかこうえその地元の会社がですね何というか貧乏系のブラック企業だったんですね。私あのブラック ブラックっぽいあの勤務体系というのはそんなにこうダメじゃなくて割とこうブラックに対してもまあ耐性があるというかねまあ耐えうるというかもともとがですねあの貿易商社に勤めてましてそこも結構あのハードな勤務状況だったんですけれどもその後その外資系に勤めてましてでそこはもう結構実力社会の世界でですね でも必要であればもう夜中でも仕事しなきゃいけないみたいなところだったのでそのブラックな勤務は良かったんですけどその貧乏系のブラックでですね要するになんかこう、えー、全体的にこうサービス残業であるとかでしかもこう拘束時間が長かったりとか、まあ、あとですねなんかこう、あのー、上司の方っていうか割とこうその地元企業のまあ社長さんの直属 みたたいな感じでで営業の仕事をしてたんですけれども結構なんかしょうもないことでねマウンティングを取ってきましてその辺りが結構ねムカ、えー、ついているというムカつくというかなんか結構ストレスだったんですね。でですね、あのー、その地元企業でも私結構あの頑張りましてですね割とですねあの新規の契約とか 結構一人でで取ってたんですよなのであの初年度から数字を上げていたんですけれどもそれをですね、えー、その社長さんと面談をした時になんかこうそれでまあカチンと来ましてで、まあ、私なりにこう契約を取るべくですねものすごい努力をしたわけなんですけど「運が良かっただと?」ってなって。 <laughs> でもうその時にも辞めると決めましてですね、まあ、その後はあのはちゃんとですね、まあ、円満に辞めれるようにタイミングを <laughs> 見計らいまして、えー、辞めたということなんですね。で、えー、そのですね地元企業にいた時に何を思ったかというとあのこんなんでね会社回るんだったらあもうなんか私でもできるかもって正直なんか思いましてですね。 なのでこう、えー、会社をやるということであるとか会社を起業するということに対する自分の中のイメージのハードルがもうめちゃめちゃ下がったんですねあこんな人たちでもできるんだったら絶対私にもできるはずみたいな感じで思えたので、まあ、そういう意味では、ねえー、転職したのも何かしらの意味があったのかなと思うんですけれどもそれで、えー、そこですね1年ぐらいで辞めて。 でですね、えーまあ、いよいよですね脱サラというか脱サラ企業ですねで、えー、そこからあの自宅兼事務所ですねなのでこう両親とです、ね、子どもと住んでいるお家の自分のまあ部屋の中のパソコンの1台を使ってですね、まあ、ネット通販というような、えー、お仕事を、ねまあ、始めたわけなんですね。 でですね、えーまあ、転職したところぐらいまではねちゃんとあの、えー、両親にね、えー、状況を言いながら、まあ、やってたかと思うんですけれども、えー、会社を作るくらいのね、えー、話になるとうもうなんか親には絶対言えないという感じでもちろんですね私あの,私あの出社もしなくなってでなんか家でね な何か,か,かこう日中はね最初の3ヶ月間だけだったんですけどもあの経理のね専門学校に通ったんですね経理の勉強したくてそれを教えてくれる専門学校に通ってましてで、えー、そのね学校の前後で、まあ、あの受注業務であるとか、まあ、出荷業務であるとかをですね、えー、やっていたのでもうなんか明らかにね怪しいというのは漁師も思っていたんだと思うんですけれども。 でもですねもう何にも言わないみたいな感じでですねでこっちも報告もしないし向こうもこう聞いてこないというような状況が、まあ、ずっと続いてましてですねで、えー、それでも半年ぐらいしたら、えー、その自分の部屋兼事務所ではなくってちゃんとですねこう外にですねこうワンルームマンションを借りたりだとかまたしばらくしたら別の場所にね場所を移したりとか。 まあちょっと倉庫を、ね、買っちゃってそこにあの事務所兼倉庫ということでやってるんですけれどもなのでですね、まあ、10年会社作って10年ちょっとぐらいしたあたりからですね、まあ、徐々に徐々になんですけれども、えー、両親がですねここでやってるんだみたいなねなんか薄々は分かってるみたいな感じになってきまして。 で今現在はですね、まあ、どういう状況になっているかというとですね、えー、実はあのもう私の両親って結構もう高齢になってましてで、あのー、普通のですね、もう一般の会社ではとてもえ雇っていただけないような年齢になってしまっているんですけれどもなんですけどあの当社のですね、まあ、役員ということでまあ名を連ねていただいてましてですね で、週に3回ぐらいですねあの出荷作業を手伝いに来てくれているんですねなのでそういう意味では非常にですね、まあ、オープンな関係になりまして、まあそのえー、会社のこともですね、えーまあ、認めてくれているというか。 まあ会社のメンバーの一人としてですねあの頑張ってもらっているという状況でございましてまあ本当にですねまあ結論から言うとえ結果を出せばですね時が解決してくれるということでですねでもちろんですねやっぱりあの誰しもですねまあ自分自身もそうだと思うんですけれども脱サラして起業とかですねやっぱり先が読めないですし勇気がねすごくあのいることだと思うんですけれども。 ま失敗したらどうしようっていうね不安の方がやっぱり先に立つケースがね多いんじゃないかと思うんですけれども、まあダサらしたらですね、まあ、そこからもう頑張るしかないわけで、もう後ろはねあの振り返れないわけなので、まあ、そこで、えー、踏ん張るしかないということではないかと思います。で、えー、まあ、家族であればですね、きっとま時間が解決してくれると思うので。 まあ、当初ですねあの反対とか白い目で見られたりっていうことがまあねあってしまうかもしれないんですけれども、まあ、気にせず頑張るということがね、えー、大事なんじゃないかなと思います。えー、今日日のお話は以上です本日もごご視聴ありがとうございました